みません、ここどこですか？ここは…なんで俺ら脱獄したんだろう？なんでこんなとこにいるの？うん、戻ってきちゃったよ。よう、みんな元気だったか？ステイソーだ。うわー、さあ、ということで今日はだな、お前たちにあることをやりに来た、はい、あることをやりに来た、あ、俺たちはやられに来たんですか、ここに。これはだな、はい、日常箱で毎週、まあ毎月、はい、各週で、まあ、ライブをやってるな、大体やってます、はい、その6番がだな、はい、お前ばっかり監視やっててずるい、俺もやりたいみたいな感じでやったの覚えてるか？あ、覚えてますよ。覚えてます。今日は8番と9番に監視検定っていうのを何ですかそれは。別に受けたいと思わないんですけど。強制ですかこれ？強制だ。この監視検定、合格した者には豪華プレゼントが。なんすか？え、話変わってきますよ。参加資格すらないんですけど。話変わってきますよ。ちょっと黙ってる前、話変わってきますよそれは。おい、監視検定はだな、まあ合計100点満点なんだ。はい、そのうち合格ラインは70点。はい、お、70点以上、成功したものには、はい、あつ森で。もういいよ。ここでも噛んでくるか。10万ベルのプレゼントだ。え、たっマジで。おい、それ株で儲けた金だろう。株で儲けた金だ。4シチュエーション用意してある。4シチュエーション、4シチュエーション。この刑務所シリーズで必ずあるであろうシチュエーション4つだ。はぁ、い、特に監視が止まる4つだ、はい、それをまあ1シチュエーションごと、まあ25点満点減点方式でやっていく。はいはい。どういうとこを評価するかというと、まず威圧感、監視は威圧感が大切だ。威圧感がきちんとあるか。威圧感。次に囚人への飴と鞭、あの時にはね、見なかったふりだとか、時には明らかに厳しくやったりだとか、はいはい、まあ、ゲームバランスをね調節する力が必要だと、うん、次我慢力、笑うな。あ、じゃあもうその点で言ったら死神は0点ですね。もう0点だ。常に大爆笑。次、トラブルが起きた時の対応力。なんかトラブルが起きた時に、これはやはり動画のことを考える立ち回りができるかな。そして最後、どんな時でもキャラを守れるか。おお、まあ、笑うなとほぼちょっと近いような感じ。まあまあ近い。さ、まあ、この5個に、注意しながらやってもらいたい。はい、まず一つ目のシチュエーションは、はい、このアイテムをまあ受け取った後に、はい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 、この水入り瓶は何ですか？これは分かってないな。あれだよ、朝食渡す時に、はい、水入り瓶っていうのは何の役にも立たないだろう、そういうフレーバー要素だ。いや分からんて、本編でもなかったろ。ですよ、ね、ちなみに、はい、最初9番やるが、その間8番には、はい、あの囚人として一応入っててもらうか。じゃあここからは一旦トラストになって。あ、似合ってるね。似合ってるじゃないですか。なんだ、じゃあ威圧感はない。威圧感はあんまない。じゃあ一つ目のシチュエーションを発表します。はい、はい、冒頭部分です。はい、はい、今回は囚人を移送して最初のルール説明をしよう。てんてけてけてけてんてけてけてけてん。はい、で、ありがとう、 BGM が今、脱獄2に沿って、はい、囚人番号6番を移送するところからやってもらいます。うん、来た時にウェーンと運んで、まあ、罪状言いましたね最初。はいはい、こいつは、はい、職員サンプルみたいな。今回はちょっとアドリブで考えてもらいます。そうでしょ。はぁ、で、その次に名前です。今日からお前たちの、まあ担当する監視の誰々だと。これ名前はアドリブですか？はい、アドリブでやってもらう。で、なんか面白さ検定みたいになってるけど大丈夫かな。まあね、誰かの俳優の名前とか取るね、安易なね、そんなことはしない。まあ、そう、さすがにね。0点ですよ、そんな。それは0点。あれはマイナス5点だね。30日間に処刑されるということ。いい行動すれば日数が伸びるよ、はい、でも反抗するならっていうのと、最後締めの言葉。
やってもらいます。締めの言葉。じゃあ行きましょうか、ロイヤーの中に。はい、はい、今回ね、ちょっと位置が変わったから。なんなんこれ、はい、6番って放送見たやつしかわかんねえだろ。まあ詳しくは日曜枠見てもらってね。ペだし、いやちょっと入力めんどくさい。なんで黒なさなくちゃんと書くんだよ。お前もちゃんと書いてるんだよ。お前もちゃんと書いてんだよ。サクロナサ考えている。いや緊張感が漂っている。緊張感が漂ってくる。すごい緊張感だ。すっげえ辛い。学校に入ってやるのは初めてだな俺。慣れたもんっすよ。君はね、もうベテランによ、こっちは。プロの方ですから。プロだからな。プロの方だ、ね、脱獄プロなんで。え、ちなみに脱獄は何回ほど？まあ正直、まあちょっとあの裏技で2回ぐらいやってますね、実は。1回目はちゃんと正規じゃないんですけど、まあ一応ちょっと仲間に助けてもらうっていうちょっと裏技で。あ、裏技でね。はいはい。いや俺まだないんですよ。あ、まだないの？まあ初めて、もしかしてこのゲームでしょ。初めてです。まあ、ね、でも初めてではないんですけど、初めてです。いやまあ訳ありだから、ここに来るけん、あのね、囚人は訳ありだから、ね、いやもう先輩と呼ばせてください、先輩。まあまあ全然もうこんな仲良くしても行こうよ。かしこねえな、かしの、かしがね、かしが止まってる、かしが来ないんよ。あれ頭の中真っ白なんだよな。ではまずこれから囚人を移送する。はい、はい。先輩、俺たちどうなっちゃうんですか先輩。まだ大丈夫だ、新しい仲間が来るらしい。とりあえず結び泣いてる。うるせえ、うるせえ、うるせえ、めちゃくちゃうるせえ。音まねしとるもん、普通に。いやエコーかけるなよ。バケて出た。いや100回目のバケて出た。お前もう100回目それは多分。輪で転生してる。輪で転生してるこれ。では今日から、同じ牢獄に入ることになる6番だ。うん、2人とも生きてたんですね。おお、はじめまして。はじめまして。おめでたれだ。見たことねえぞ。よろしくな。いや、よろしくお願いします先輩。ちなみにこいつの罪状はだな。はい、はい、こいつが今の自宅を引っ越してからまだ一度も開けてない段ボールがある罪だ。どうだ。もったいない罪という。5つ以上あるぞ。いや自慢になんないよそれ。こいつは年がたい、さっさとこの中に入れ。いやそれが許せねえ。よく知ってますね、年がたいなんて言葉。というわけで今回からお前らの監視を務めるセガール教官という。セガール教官。ちなみに俺は合気道の使い手だから皆さん注意するようにな。確かに。なるほど。え、これハリウッド刑務所ですか。何かあったら覚えておけ。近い近い、怖いよ。瞬時にお前らは天井を見ることになるからな。マジっすか。怖いこと言ってる。というわけでお前たちは今日からここに住むことになるが、お前らの死刑までの日数は30日だ。やだ。え、急なさ。あ、ごめん、テンション0100やとして今。もしこの刑務所で良い行いをすれば、はい、その分だけ日数が伸びることがあるかもしれない。なるほど。ちなみに監修、はい、あのいい行いっていうのはどういうことなんですか。いい行い、例えばだな、はい、今ここに監修に悪さをする囚人がいたとする。はいはいはい、はい、あれ監修。まずはそいつを、はい、何してんの。頭が頭が。まだ使い方が分かっていないんだこれの。やったことがないからな。そいつをまず、はい、あれ。
どうやって使うのかわからないからいい。というわけだ。どういうわけだ。どういうわけだったんだ。大体わかりました。わかりました、わかりました。え、あ、じゃあおやすみ。え、ちょちょちょ。おやすみなさい。おやすみ。だんだんキャラ崩壊してたな。最初すごい良かったんだけどな。最初のやつからすごかったけど。終了。お前最初だけって言ったろ、アドリブ。急に聞いてくるもんな。もう分かんなくなっちゃったよ。あ、逆だった。てへん。どっちが監修？入んないんだよな、スタンが。今僕たち3人が監修らしいわ。監修になってたね。これちょっとトラゾーさんが減点なんじゃないですか。うん、俺減点だねこれ。じゃあ行きますよ、はい、ペイントのターン、はい、よーいスタート。よし、じゃあもう一人、はい、すみません、はい、鎧着てないっす、すみません、鎧着てないっす。ただの囚人ですね。すみません、今の中で、あの、テイク2ということで、すみません。じゃあ改めてね、はいはい、よーいスタート。よし、今からもう一人、囚人を連れてくるから、そこでおとなしく待ってろ。はいはい。いや、兄さん。弟よ。兄さん、さっきごめんね。いいんだ、よくわからない設定に戸惑った俺が悪いんだ。兄さん、どこだ。俺どこか知らないんだけど、死神くんがどこにいるのか、まず把握してないんですけども、あ、そこね。いや、懲罰棒か思った、毒棒ね。オッケーオッケー。よし、今からもう一人また囚人を連れてくるから、早く連れてこいよ。なんだお前、殺すぞ。すいません、すいません、すいません。よし、今から呼んでくるから、そこでおとなしく待ってろ。はいはい。あの監視ちょろいっすよ、多分。あの監視いけそうだね、これ。よし、来い。やれるよ、これ。あれ？来い。おい、や、お前何やってるんだ。今すぐ処刑されたいか、お前。いやです。なんか、本気ではつね、向こう。おい、早く。こっちだ。あれ？何、音割れてる。あ、お前ら知り合いだったのか。あ、はい、知り合いです。あの、同じマンションの下に住んでるんです。ああ、住んでた。こいつはな、捕まった。よし、来い、この中だ。はい、はい、すいません、本当にその件は。ちょっと待て。はい、はい。お前6番か。あ、すまない、あの、死神というやつと勘違いしていたようだ。6番の罪状は全体的に服が黒すぎるということだ。全然死神じゃねえか。これペイントさん、これ見てください。なんだ、ジョイーン。せめて鉄にしろ。お、いいな。お、指摘されましたね。まずお前らの罪状だが、死刑だ。ん、あ、罪状、罪状じゃなくて、それもう、あの、あれじゃないですか。あ、なんだ。丁寧に、根節丁寧に、俺がお前らのプロセスを説明してやろうってことか、プロか。プロセス、プロセス、すまない。ちょっと待って、はい、あの、自己紹介をするのを忘れていた。はい、はい、俺はこの、え、ば、え、え、ばっかに、ば、なんだっけ、ばっかにや、ばっかにや、すいません。俺はここのバッカニア刑務所に勤めている監修、キアヌだ。なんだ、おい、もう一回やってもらっていい。おい、なんだ今、何した今お前。すいません、ちょっと監視所で今。お前出ろ今すぐ、ここを消毒する、飛沫感染だ、気をつけろ。あ、はい。お前この中に入れ。あ、はい。お前衛生管理しっかりしてる。気をつけろ、暴動が起きるぞ。、はい、お前、まあ、とりあえず俺の名前はキアヌだ。キアヌ。あれ、お前のワンちゃん殺してやろうか。あ、戦争起こすぞお前。俺の犬に手を出してみろ。あ、すいません、マフィアが一組織潰れるぞ。
お前らはまあ死刑なんだが、はい、猶予がね、まあ、30日ある。いいんですか、そんなに。まあ、でもまあ30日後にしっかりと貴様らは処刑させてもらうんだが、はい、まあ、この刑務所内で、まあ、良い行いを、はい、良い行いをした者だけ、はい、なんと日数を増やすことが認められている。マジっすか、マジっすか。無罪にもならない。ならないんだ。まあ伸びるだけなの。まあいい行いをすれば、まあ、はい、その分だけ、はい、あの長くこの刑務所で暮らすことができるということだ。うわ嬉しい。やった、分かったな。だが、はい、もし、はい、犯行するなら、はい、お前たちの個人情報を暴露させてもらう。ここで、やめてください。それだけは。何言ってんだよ。やめてください。分かった。はい、何言ってんだ。あ、俺はキアルだ。分かったか、お前ら。はい、もし反抗したら本当に暴露するからな。分かりました。個人情報の次は性癖を暴露させてもらう。性癖、特に6番気をつけろ。僕の性癖知ってるんですか。知っている。知ってるんだ。じゃあ明日から刑務作業が始まるから、今日はおとなしく一日ここで寝てろ。はい、はい、分かりました。じゃあおやすみ。おやすみなさーい。おやすみ。じゃあ得点発表していきましょうか。じゃあまず死神さん、黒沢さんの威圧ポイントは何点でしょうか。はい、5でございます。おー、ちょっと待って、マックスが何点なんですか。俺知らない。5点です。あ、おー、あのやった。5の合計25点。なるほど、なるほど、はい、威圧感はあったんじゃないでしょうか。確かに、はいはい、怖かったもん。怖かった。合気道の辛いわ。はい、じゃあマジか、やったね。行ってきます。威圧5の、はい、アメトムチ4、はい、我慢5。これはね、良かったですね、あの黒名さんは。お、さあ、トラブル、2 キャラ3、合計19点と。おお、まあやっぱね、後半のトラブルが起きた。まあ後半トラブルちょっと若干ありましたけども、キャラがどんどん崩れ始めてる。はいはい、最初すごい良かったですよね。良かった。じゃあ、はい、手の、はい、やる感を、はい、4点です。なんで、嘘だろ。威圧4、アメとムチ2、は、我慢5、トラブル3、キャラ5。おキャラはずっとね、良かったですね。トラブルはね、本当にね、覚えて君。ということで、君の得点は19点。おお、並んでる。並んでんねんか。じゃあ次のシチュエーションに行きましょうか。じゃあ、はい、あ、これまだ、はい、これ10万はもらえないんですか。まだですよ。まだ言って、合計得点でしょ。あ、なんだ、破産するよ俺が。今回も自由気ままに暴れ回った日常組の4人、次回はまさかあいつがあんなに面白いことをするなんて。次回、過去最大のクラックアップ。チャンネル登録した君の運勢は最強だ。